にちは、ミントです。今ね、タリーズコーヒーに行ってきまして、で、もうね、これが食べてみたくてですね、買ってきまして、ユニコーンロールっていうすごいね、可愛いロールケーキなんですよ。これが、あ、こうかな、こんな感じの、あれ？これどうやって取るんだろうか。あ、取れた。さ、取れそう。わあ。もうすごい可愛いこれ。可愛いのとどんな味がするのかなってすごい興味がありまして買ってきました。この可愛いユニコーンロールとバレンタイン限定、ホワイトデーなのかな、のあのピスタチオの飲み物で、ここにねもう沈んじゃってるけど、ハートのねマカロンかな、なんかハートのクッキーかなんかなんかがね乗ってるんですよ。これとイチゴのシュークリームとルビーチョコレートケーキを買ってきました。もうだいぶ沈んじゃってる、このなんかね、ピスタチオのなんかコーヒーかな。いただきます。うん、ちょっとこのピスタチオクリーム美味しそう。ハートのクッキー、うん、うん、おいしい。 いや、この食べたかった、かわいいユニコーンロール、すごいかわいい、かわいい。あー、倒れちゃった、やーだー、わー、どうしよう、倒れちゃったんだけど、もう倒れて、倒して食べるべきですかね。うん、わー、もうダメだ、倒れてちょっと汚くなっちゃいました。ユニコーンロールいただきます。すごい、もう、ストロベリー味と、うん、中の真ん中の黄色いクリームはバナナかな？いや、一緒に食べちゃいました。あ、タリーズユニコーンロールバナナ&ストロベリーって書いてありました。うん、味はまんまかな。あ、苦い。甘いものだとやっぱコーヒーってすごい苦いですね。初めは、まあ、平気かなって思ったんですけど、やっぱコーヒー苦い、あんまり好きじゃない。デイリーで買ったイチゴの
シュークリームてかデイリーすごい、あの久しぶりにちょっとデイリー寄ったんですけど、デイリーすごいですね。あのフードコート、なんだろうね、レジ横のあのいろいろ売ってるところにもこのシュークリームがいちごとチョコとあとチョコケーキとあとチョコタルトとかなんかね、あのすごいスイーツが充実してて、でパンもいっぱい種類があってなんかすごいですね。デイリーで今日行ったデイリーね、あの駐車場がないんですよ。でそれもあってあんまりに行かないんですけど、であと交番も近くにあってですね、なんかねで路駐をしていつもちょっと買い物するんですけど、警察近いからなんかあったら嫌だなっていつもちょっと思いながらね買うんですけど、美味しそうすごい、もううん、どう食べる、中は2種類のクリームが美味しそうですプロプロするやつ、これうん美味しい。ルビーチョコレートケーキはこれなんかちょっとねトロトロの、すごいひどいことになっちゃってるけどすごい美味しそうなんですよ。なんかこうやってこれ何層にもなってて美味しそう。うん、わあ、うん、これもいい匂い。うん、これ美味しい。あー、チーズケーキにホワイトチョコとルビーチョコって感じで、もうすごい私これ大好きですね。すごい美味しいこれ。うん、美味しい。うん、苦い苦い、うん、美味しかったんだけどちょっと気持ち悪くなりました。でさっきデイリー寄った時にお腹が空いてまして、おにぎりも2個買ったんですよ。牛カルビ焼肉とあとチャーハン、ね牛カルビ焼肉食べようかな。うん、おにぎり、美味しいけどちょっと辛いです。ピリ辛、うん、美味しかったです。あ、で今日ねあのちょっと本を売ってきまして、ね、合計14冊で300円になりました。まあまあになったかなと思って、100円いけばいいなとかって考えて思ってたんですけど、もう300円になって、行った本がですね、料理本とあと漫画本ですね。あとはねちょっとお金に愛される自分になるシンプルな習慣とかそういう系を売ったんですけど、でほぼねみんな1円とかになっちゃうかなって思ったら、1円は1冊ですね、1円1冊で、あとは20円と一番高くて60円で、で300円でまあまあだったかなっていう感じの金額でした。すごいお腹いっぱいになりました。まあ割とタリーズで可愛いユニコーンロールケーキを食べてみました。美味しかったです。ごちそうさまでした。